どうもこんにちは。隠し子がいる芸能人は意外とたくさんいるようです。今回は隠し子がいると明らかになった芸能人をエピソードとともに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずは隠し子がいると言われているアナウンサーとスポーツ選手を紹介していきたいと思います。原辰徳さんは5歳上の奥さんがいるのですが、巨人が関西遠征の際に宿泊していたホテルでアルバイトをしていた20代の女性と深い関係になったそうです。その女性が原辰徳さんの子供を出産したと言われています。噂だと実の妹にその隠し子を育てさせていたそうです。清原和博さんは1997年に一部週刊誌で内縁の夫がいる年上の女性と交際し、その女性が清原さんとの子供を妊娠していることが報じられました。当時清原和博さんは巨人移籍1年目でした。女性側が内容証明書付きの文書を球団に送ったことで大騒動に発展。その後清原和博さんは会見を開き、子供を認知、そういうことになると思います。僕の子供に間違いないならその子供に対するどんな責任でも取るつもりですとコメントしています。清原和博さんは最近まで養育費を払っていたそうです。宮根誠司、フリーアナウンサーの宮根誠司さんは2012年に女性セブンによって飲食店を経営する女性との間に3歳になる娘がいることがスクープされています。宮根誠司さんは結婚しているので不倫していたということになりますが、不倫相手との間に子供がいたことを嫁に相談したところ、嫁は認知することを承諾したそうです。続いては隠し子の存在が明らかになっているお笑い芸人を紹介していきます。志村けんさんは自称変なおじさんの中で子供がいたことを明かしています。その子供は彼が付き人時代に同棲していた女性との間にできた子供だそうです。ちなみにその女性とは同棲していた16歳の専門学生だったとか。結婚するより前に子供ができてしまいましたが、志村さんは結婚する意思もあったと語っています。しかし周囲の反対もあり、その女性とは結婚に至らなかったそうです。現在はその女性と子供の消息は不明のようです。北野武さんは1991年に愛人との間に1歳になる娘がいることが判明しました。認知しており養育費の支払いもしていたそうです。相手の女性は18歳年下の女性だそうで、その女性が1986年のフライデー襲撃事件の原因となった女性だと言われています。事件が起きた1986年当時、ビートたけしさんと不倫交際していた専門女子学生、当時21歳とされています。この女性は1986年にフライデー記者からの必要な取材を受ける中でトラブルになり、全治2週間の怪我を負ってしまったとか。これに怒ったビートたけしさんが、たけし軍団11人とフライデー発行元の講談社に押しかけ乱闘事件を起こしました。これがフライデー襲撃事件です。続いては隠し子がいることが判明しているアーティストの方を紹介していきます。坂本龍一さんは一般人女性と結婚したのですが、シンガーソングライターの矢野顕子さんと浮気し、一般人女性と離婚した後、矢野顕子さんと再婚しています。しかしその後女性マネージャーとの浮気と隠し子の存在が発覚し、それが原因で矢野顕子さんとは離婚しています。女性マネージャーは現在も坂本龍一さんのマネージャーをしており、事実婚という形で関係は続いているようです。石井竜也さんは10歳年下の一般人女性と結婚したのですが、普段から行動を共にしていたバックダンサーのマリーザさんと浮気してしまいます。そして浮気相手であったマリーザさんが子供を妊娠し、女の子を出産、子供を産んでくれと懇願したのは石井竜也さんの方だったようで、10歳年下の奥さんとは離婚しマリーザさんと再婚しました。中条きよしさんは1977年7月に元交際相手である元女優 Y さんからの中条の子を産んだというマスコミへの訴えによって隠し子騒動が勃発しています。女性の知人によると、
女性は中条さんと半同棲の末に妊娠したそうです。中条さんは下ろしてくれと言ったそうなのですが、すでに4ヶ月が過ぎていたため女性は産むことを決意し、1975年11月に女の子を出産しました。1976年以降、中条さんから毎月20万円の仕送りがあったそうなのですが、同年12月いっぱいで打ち切られ、生活に困るようになってしまったそうです。しかし中条さん側は隠し子の存在を否定し、仕送りについても女性の方が子供を抱えていて仕事に出られないと泣きついてきたため道場から渡したとコメントしました。また中条さんは女性に、僕のこと言い張るなら血液検査をしてくれと要求したのですが、なぜか女性の方はそれを拒否しています。結局真相は藪の中のままとなってしまいました。デーモン閣下さんは1993年にかつて交際していた女性に女児が誕生していたことが発覚しています。閣下の隠し妻子が女性誌にキャッチされたのは93年秋。11月に記者会見を開いた閣下は、我が輩は悪魔だけど生命の誕生は嬉しい、我が輩の子供として認知すると9月に娘が生まれたことを認めました。しかし入籍については紙切れ1枚で縛られ、何十年間も一人の女性を愛することはできないと消極的でした。血液鑑定を行った結果、デーモン閣下さんの子供であることが判明しましたが、同年に別の女性と結婚しました。ガクトさんは2012年にビジュアル系のカリスマガクトの愛人、隠し子黒い金というタイトルで週刊文春によって隠し子の存在が報道されています。相手の女性は元ワンギャルの福生エリナさんです。妊娠発覚時にガクトさんは、子供の認知はしない、国外に出ていく、生活費がガクトさんが全額支払うという条件を出したそうです。ガクトさんの隠し子と相手女性は現在はカナダに暮らしているそうです。続いては隠し子の存在が明らかになった俳優の方たちを紹介していきたいと思います。新田真剣佑、人気イケメン俳優の新田真剣佑さんは高校卒業までハリウッドで暮らしていたのですが、その時に付き合っていた年上女性との間に隠し子がいるようです。真剣佑さんは14歳の時に既婚者である37歳女性との間に子供ができたようです。相手の女性と真剣佑さんの両親は友人関係だったそうで、二人の関係を知った父親の千葉真一さんは激怒し、14歳の子供と性的関係を持ったとして相手の女性を告訴したそうです。しかし真剣佑さん自身が無理やり関係を持たされたわけではないと訴えを否定し、裁判は中止になったそうです。事務所は真剣佑さんに隠し子がいることは否定しているようです。真剣佑さん自身は直撃取材を受けた際に、子供は本当に可愛いと話したそうです。山田孝之さんは2006年2月にスポニチによって生後4ヶ月の隠し子がいることが発覚しています。相手の女性は女優でモデルの千穂子と大山千穂さんで、お二人は2年間交際していたそうです。大山千穂さんの妊娠を知り、結婚出産について話し合いを重ねたものの、父親になり家庭を持ち役者を続けていくことに折り合いがつかず、別々の道を歩んでいくことを決めたそうです。当時山田孝之さんは、この度は自分自身の未熟さゆえ多大なるご心配をおかけいたしましたこと、ここに深くお詫び申し上げます。皆様に認めていただける自分に必ずなりたいとファンに向けてコメントしていました。山田孝之さんは生活費、養育費を負担しているそうです。石田純一さんは1991年に週刊女性によって隠し子がいることをスクープされました。当時トレンディ俳優として人気を博していただけに、大きく世間を賑わせました。その隠し子こそが石田一生さんです。石田一生さんは石田純一さんがまだ大学生で学生結婚した頃の子供だそうです。俳優の石橋亮さんといえば、妻は女優の原田美恵子さんで、次女も女優の石橋静香さんと、華やかな芸能一家で順風満帆な人生を送っていますが、
実は隠し子がいました。2001年に週刊誌がスクープ。その報道を受けて会見を開いた石橋亮さんは、不倫相手との間に男の子がいることを認めました。お相手は1994年頃に知り合った高級クラブに勤めるアメリカ人女性。その女性と交際を続ける中、2年後に男の子が誕生し、交際自体は7年ほど続いたそうです。相手の女性のシングルマザーとして生きたいという意思を尊重し、認知はしていないものの養育費は支払っているとのことでした。松方弘樹。2017年に急逝した昭和の大スターであった松方弘樹さんには、愛人関係であったクラブ歌手千葉マリアさんとの間に隠し子がいることが明らかになっています。松方弘樹さんはすでに結婚して3人の子供がいましたが、37歳の時に当時新人女優であった西名明子さんとの不倫が発覚し、その後当時の妻とは離婚し、西名明子さんと再婚しています。やがてお二人の間には西名克樹さんと西名ひとみさんが生まれますが、1987年にクラブ歌手であった千葉マリアさんとの間に隠し子がいることが発覚します。その隠し子は戸枝誠差さんという方です。実は松方弘樹さんは千葉マリアさんが子供を出産していたことを知らなかったそうですが、騒動が公になると松方弘樹さんは隠し子の戸枝正史さんを認知し、彼が成人するまで月30万円の養育費を払っていたそうです。浅香光代さんは2014年に雑誌婦人公論で20代の時に出産した2人の隠し子がいることを告白しています。相手の男性は政治家で大蔵大臣だった泉山三六の紹介で知り合い、後に自民党の重鎮となった S 氏個人だそうです。総理大臣や副総理を歴任した人だと言われています。隠し子に関しては名前を明かさないことを約束しているそうです。加瀬大衆。加瀬大衆さんは2000年2月に一般人女性と結婚したのですが、それから2年経たずして学生時代の同級生との間に4歳になる隠し子女の子の存在が発覚してしまいます。加瀬大衆さんは自分の子供であることを認めませんでしたが、それが原因で奥さんとは離婚してしまいました。今回は実は隠し子がいる芸能人有名人をご紹介しました。中には隠し子がいることに対して衝撃を受けた人物もいたのではないでしょうか。まだ報道されていないだけで、他にも隠し子がいる芸能人有名人はいるかもしれませんね。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。